やつが。なんとシャワーが、かわいいやつが。シャワーが壊れました。壊れちゃったよ。壊れちゃった。何？ちっちゃいね。ちっちゃい放射器。節約？節約シャワーにするの。何これ？なんだろうね。ストップシャワー。ここから水が出る。全体と。もうおしゃれなの。おしゃれなのがいいの。別におしゃれじゃなくてよくね。実用性があるものがよくない。でこれ黒でかっこよくない？うん、ね。これ黒でかっこいい。かっこいい。白と金もあるよ。うん。髪の毛一本。おお、すごい。細っ。きっとこれめっちゃ細い。極細って書いてある。うん、いろんなシャワーがあるんだね。うん。肌当たり強めとか。節約2万円だって。やば。うん、そっか、細いから水が出ないのか。うん、そういうこと？うん、節約になるの。うん、これに、うん、本当だな。でね、カインズって書いてあるよね。このなんかちょっと、やっぱ我が家モノトーンです。この黒系の。ママが映ってる。ママが映ってる。これがいいの？在庫これだったの。これがいい。うん、まあね、持ち手が革でおしゃれはおしゃれだけどね。そうなの？あ、これは横長なのちょっと。そう、これやっぱ1万1000円。見ちゃうとちょっと安っぽく見えちゃうかな。プラチックでさ、プラチックこれの素材と一緒なのね。そっか、割れちゃうかな、すぐだら、うん、すぐダメになっちゃう。私のあのワゴンと同じ素材なの。あー、じゃあダメか。形はね、これでも十分可愛いけどね。白だし、さっきの見ちゃうとちょっとなんか壊れやすい、安っぽい感じがする。こっちは、ね、にゃんこ、にゃんこのゴミ箱。かわいい、これ。かわいいのがかわいい。めんちゃまかわいい。しゃべんの？なんでそれ、パパが食べてんじゃん。しーちゃんの冷たい顔。カインズ、うん、カインズカインズ行ってきました。なんか飲みますか？何食べる？今日は夜多分外だなと思って。機嫌悪いの？あれ機嫌悪いんですか？うん、そんなことないし。そんなことないけど。クレープをくれ。なんで肉をくれなの？そんな食いしん坊。大食いだもんね。まあね。なんで大食いの話になってんだろう。今イヤホンガンガン聞いてるから。あ、そっかそっか。
聞こえるよ。今聞こえる。片方だから。何聴いてたの？音楽。音楽？何の曲聴いてたの？ね、いろんな曲入ってるけど。うん。今何を聴いてんの？言ったらわかるかな。まあ一応言ってみたら。無責任センセーション。わかる。無責任センセーション？わかる。無責任？うん。わからない。そう。この曲のシリーズがね、やばい、マジで、いいマジで、この曲のシリーズが好きなの、最近。そうなんですよ。最近ずっとボカロ聴いてる。ボカロ？うん、好きね、ボカロ。ボカロ好きなの。友達の影響からかな、なんか。あ、やっぱハニワは外せないよね。ハニワね、うん、好きよね。好き。マジ。なんか、はい、パパの血を持ってるからなんかこういう曲しか聴かない。そこは認めるんだ、素直にパパの血って。そこはスムーズに受け取るんだね。うんうん、パパの血を受け継いでる。人へはすごい反抗してるけどね。パパの血を受け継いでるから。こういう曲しか聴かなくて、うん、カバーでかぶるの聴いてる曲が、うん、こういう曲しか聴かない。はい、次はニトリに行きます。はい、はい、ということでこちらシール貼りました。こんな感じで。はい。ね、これをこうやって。あれ？あれ？なんなくなっちゃった。なんなくなっちゃった。来た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 。あんたの体が心配なんよ。メーターも注意してね。が、ずっと流れます。振動がないとダメだね。ね。そうだね。そう、だからドアを開けたらその振動で鳴るの。なるほど。いや、楽しみですね、これ。だね。やっぱ高いよね。仕事中ですか？終わりましたか？休憩？ニトリの刃が32か。ニトリの刃？すごーい。すごい、これにぴったり入るんだ。全32巻。これにぴったり。ああ、これにぴったり入るんだね。コミックが。コミックが。なるほど。面白い。じゃあボックス収納もできるってことだね。こういう感じで。ね、そしたらどこにでもこう飾れるってことじゃない？漫画も。ね、そういう収納の仕方もありだね。ありだね。これを1個買っとけば。
机の上とかでもこうお気に入りの漫画だけ置いたりもできる。できると思います。すごいね。いいね。こういう収納も参考にしましょう。読んじゃうかな。まあね。写真。美味しそう。美味しそうだね。お腹すいた。超お腹すいた。やばい。すごい。だから何分目で表すと、今0分目なのね。こうやって8分目にする。そうだね。0分目。ここ美味しいんだよね。はい、ありがとうございます。はい。飲み放題にしなかったからですね。うん。何回やるんだっけ、8分制。シャブ。もういいんじゃない。もう早いね。ゆみちゃん、お皿取れる？ごめんね。そこの、そこでお皿がいっぱいあるの。ありがとう。あ、でも卵割らなきゃいけなかったんだ。まあゆっくり食べたいと思います。はい、いっぱい来ました。おいしそう、ね。お寿司がね、好きなだけ食べていいよ。納豆巻きはでも、おー、納豆巻きやっぱ頼んだのね。必須、はい、必須ですよ。どう、りみちゃん、美味しい？カンカンです。棚を買いました。結局なんだっけ、あそこロフトじゃなくてツインズじゃなくてカインズ。あ、そう、カインズ、カインズ、ツインズって言ったよ。そんなそこ見てないよね。ツインズ、カインズで買いましたね。カインズで買いました。はい、でも帰ります。はい、帰ります。はい、よし、正面写真でいきます。うん、やだな、緊張してきたよ。ママ、久しぶりだもん。来てくれるかな。まあいいじゃん、ちょっとぐらい来てくれれば。そんないきなりやってさ、そんな来てくれる、うん、一応ね、 TikTok で広告を、あの広告というか宣伝したの、うん、まあね、そうだけどさ、でもなんかね、リンク貼ってくださいみたいな書いてあって。そうだよね、分かんない、いつもしてないとさ、みんな分かんないよね、どこ来ていいかね。どうしよう、来てくれなかった、なんか3、5分ぐらい誰も来てくれなかったらどうしよう。一人は来てくれんじゃない。一人はきつくな い, い, い、0人でさ、ずっと一人で喋ってるのもきつくない。じゃなくて誰かしら来てくれて数人と喋れる感じじゃない。密だ、密、密で。え、でもさ、で来てくれなかったらやばくない。ママたちが見るよ。でママたちさ、コメントしてくれて、コメントしてね。でもママたちの携帯同じだからコメントできるのかな。マジか、じゃ喋ることないじゃん。音楽な、でも音楽流す機会がないから流せないわ。あ、そうか、スマホ使っちゃってるから、ね、うん、ダメなんでしょ。よいしょ。机の上めっちゃ汚いから、今からね、この小屋をどかせて、このね、買ってきた棚を置きます。え、かわいいじゃん、結構この棚。やっぱこの上の木かわいかったかな、うん、高級感が、この木高級感がね、あります。リミがどうしてもこれがいいって言うからね。え、じゃあここリミの秘密基地にしたい。